のくさんこんにちは。今回は 5G の話題だったんですよね。私はじゃあ 5G の動画に対して2つちょっとね返信のテーマを考えてみようかなと思います。1つはこの 5G っていうものを、まあ、言うとですね、 5G は人体に有害だとかね、脳波を壊してしまうとか、こういったことを言われている方がいるんですよね。電磁調理器が出てきてもうすでに30年ぐらい経つんですけども、電磁調理器でも健康被害がねものすごく出て、本当に死亡率が高まるとかね、人体に影響があるから使わない方がいいみたいなことを言われる方が今でもいるんですけども、すごく不思議だなと思うのは、未だに何も被害が出ていないってことと、 5G に対しては、 5G がもし有害なんだったら 5G の実験をしている人とかね、開発をしている人が死に絶えてしまって、 5G がそもそも世の中に出てこないんじゃないかなと思ってしまうことがあるんですよ。ただまあこういうふうな新しいテクノロジーに対しては一定の恐怖感があるのは確かなんですよね。カメラが出てきた時、カメラね、真ん中に映った人が魂を抜かれるなんてことは本当に信じられていましたからね。これ昭和の初期までそんなこと思われてたわけですよ。真面目にですよ。だから真ん中になんかならないようにこう偶数で映るような感じでね、で人がいなかったらワンちゃんを映したりとか人形を映したりとかみたいな感じで、どうしても偶数で映るようなことをしてたらしいんですよね。今ではちょっと笑っちゃう方もいるかもしれませんけども、 5G にしても電磁調理器にしても同じようなもんではないかなと思うんですよね。もちろん何を考えるかはみんな人それぞれなんで、私の言った主張が正しいから、皆さんがね、なんていうんですかね、 5G に対して抵抗感を持っている人が正しくないんですよってことではないですよ。いろんな考え方があっていいんだなというふうなことでございます。一つはこれですね。そうですね、まとまりにくかったですけどね。で、二つ目はね、この 5G という素晴らしいテクノロジーなんですけども、どうなんですかね、これ誰もが享受できるものではないような気がしてきました。つまり 5G というものに乗って新しい世界にね、旅立っていく人と、あとはね、超二極化と言われる時代に今貧困がものすごく問題になってね、10代から30代の自殺者も急増してしまったというこんな時代なんですよ。そして中小企業、そして店舗経営者の方は行き詰まって閉店したり、借金を抱えてもうあとはね、返済だけの人生になっていたりとか、いや悲惨な人もいるわけですよ。私は生活保護とか第2次定額給付金の動画シリーズを出してるんですけども、こちらの方には本当にね、それぞれの方の苦しい暮らしぶりっていうのが出てきて身につまされますね。特にこの動画の中でですね、私の動画の視聴者さんの中でもうすでにもう自殺をされてね、お亡くなりになった方までいるんですよ。いやなんかね、ゾッとしますね。私のね、やっぱりこう直接関わりがなかったとはいえ、コメントを書いてくださった方がそういう風になっていくところを見るにつけね、ちょっとゾッとするものがあるなと。その中で私たちが新しいテクノロジー、新しい時代っていう風に浮かれてばっかりはいられないなっていう風な気もするんですよ。まあ、特にね、アメリカ大統領選もちょっときな臭い匂いがしますしね。それからあと日本の環境ですよね、新潟県の土地買収問題、海外の方による土地買収問題、北海道の自治区構想、これは菅総理大臣が推してるみたいですけどね、菅総理が自治区構想ですよ。北海道に自治区ができるんですよ。日本の中に日本の法律が及ばない治外法権の町が、広大な土地ができるわけなんですよ。そのもう取得買収は済んでいるんですよね。で、沖縄の独立問題ですよね。沖縄もどんどん独立に向けて、沖縄が独立するんですよ。日本でもない、何の国でもない沖縄という国が誕生しかけているんですよね。こういうことを考えると、あっちこっちできな臭いなというところとね、 5G っていうのがそこに乗っかってくると、それぞれの構想っていうのが、加速するような気がするんですよね。沖縄が独立して、北海道には自治区ができて、それから新潟には、なんかね、ここもね、なんとかタウンっていうのができるんですよね。ちょっと口には出せませんけども、いやー気な臭いですね。そしてアメリカ大統領選、本当に不正はあったんでしょうか、なかったんでしょうか。まあ 5G の時代を迎える前に、いろいろと片付けないといけない問題があるかなと思っております。特にね、私たちは隣人の痛みに結構ね、鈍感でございますんで、周りの人、近くの人、お隣の人がどんな悩みを持ってどう苦しんでいるのかな、そして私たちはどう助け合えるのかなってことを、今一度昭和初期の人の心、隣組というね、意識に戻って手をつないでいければいいんじゃないかなと。隣の人と手をつなげるからこそ、遠くの人とつながる 5G っていうね、世界が本当に豊かに広がるんじゃないかなと思いながら、今日の動画を終わらせていただきます。では、いってらっしゃい。